スタンド勝負。さあ残り時間は2分を切りました。新井健二、セコンドには高橋芳樹の姿も見られます。大丈夫、何も打てないか、大きな声でこの新井に指示を出しています。北岡悟の姿もあります。押し込んでいます。左四つの体勢、新井が押し込んでいる。膝を使っていく、赤井が膝を使います。テイクダウン、上になりました。新井健二が上になっています。さあこの位置ですが、近藤さん、はい、ここはもう高橋であるとか、あるいはこの北岡の声がすぐ、まあ、耳に入る位置ですから、新井としてもこれはもうポジションいいと考えてもいいんですか。そうですね、やっぱりそういうのありますね。下から十字固め、赤井が十字固めを狙っていきます。残り時間1分を切っている。さあ回転しました、腕しぎ十字固めか。さあ腕が伸びる。さあどうだ、腕が伸びている。新井耐えるか、回転します。ここは抜けました、起き上がりました。新井健二キープパス、組の返しもしたかった。勝負勝負、ここ行く、立ち上がって、さあ追い打ちをかける、前へ出ていきます。新井健二残り時間30秒を切りました。左フック、さあなんとかピンチはしのぎました。新井健二、残り時間がほとんどありません。第2ラウンド、スタンド勝負になりました。残り時間10秒、ローキックは赤い、勝負勝負勝負、パンチを出していきます新井、またもやローキック。残り時間がほとんどない第2ラウンド、ローキックの連打、ここで第2ラウンドが終了です。さあ第2ラウンドが終了しましたが、川村さん、はい、今の十字固め一瞬ヒヤッとしましたね。そうですね、もう近藤ですね、そこは、はい、近藤さん、先ほどピンチがありましたけども、はい、そのピンチの後に新井がすぐに起き上がりました。そうですね、本当にこう いい動きを見せましたよね、はい、ピンチの後のピンチなどのチャンスに変えたというか、はい、そんな感じがありましたね、さあ試合はこの後ファイナルラウンドへと突入しますけども、新井健二に一言かけるとしたら、近藤さんお願いします。いやもう本当、自信持って頑張ってほしいですね、はい、バンバン行っちゃっていいんじゃないですか。自信をしっかり持っているところですね。もうあと1ラウンドですかね。ローキック効いてる効いてない関係ないと思うんで、バシバシ行っちゃっていいと思うんですよね。ありがとうございます。さあ試合はファイナルラウンドです。ラストファイナルラウンドが始まりました。両者ともにスタミナを消耗しています。パンクラスイズム新井健二、現在はフェザー級ランキング4位、一方2年3ヶ月ぶりにパンクラスのリングに上がってきました高井田志郎、またもやローキック。このラウンドも多用していきます。お互いパンチ娯楽を切った、押し込んできました。組みついていったのは新井健二です。押し込んでいく、コーナーに押し込んでいきました。アクション、左四つの体勢、体勢を入れ替えた赤井、なんとかここは倒したいところ。川村さん、はい、新井はですね、まあ、試合前にこのグラウンドに付き合うつもりは全くないと語っていましたけども、はい、テイクダウンを狙うというのはこれは踏みつけ狙いなんでしょうか。そうですね、倒して上から、殴る、はい、蹴るを狙っているんだと思います、はい、このファイナルラウンドスタミナを使ってしまった場合というのはやはりこれ倒した方が効果があるということなんですか。よくわかんないですが、もうここまで来たらもう根性というか、西内が倒しました、失礼しました、赤井です。赤井田代上になりました。さあ下から三角締めを狙っているか、これは解けます、クロスガードになりました。新井健二ラバーガード、足を使っていきます新井健二、一方上になっている赤井田代、上からパウンド落としていきます。ファイナルラウンド最後の5分間です。クロスガード新井健二、
近藤さん、これ両者ともにスタミナ消耗してますか。まあそうですけどね、まあそんな消耗してるっていうこと感じてることではないと思いますけどね。そうですか、はい、赤井が今これパスガードを狙ってますよね。そうですね、なんとか1本を取りたいところ。最近は充実の練習に重点を置いている。マウントを取りました。すぐに起き上がります。新井が起き上がった。今度は新井健二が上になります。ここでパウンドを落とすことができるか。赤井のこの足を越えて強烈なパウンドを落とすことができるか。新井健二下からクロスガード、距離を縮めていきます。赤井田城。河村さん、はい、この辺りは赤井はやはりパンチもらないように取り詰めてますか。そうですね、うまいですよね、もうここはあのなんとか切って立ってもいいと思うんですよね。新井さん、はい、立ってサンド勝負でもいいと思います、はい、足を使ってガードしています。フットガード。残り時間2分になりました。ファイナルラウンド蹴り上げ。いやしかし近藤さん、この赤井も下から動きいろいろ作ってきますね。そうですね、いろいろ引き出しがありますね、新井がバックに回ろうとしています。河村さん、はい、あっと下からこれはアームロックでしょうか。そうですね、赤井がアームロック狙ってますか。そうですね、さあ新井はここでまたピンチがやってきました。クラッチは組めてると思うので、簡単に取られないと思うんですが、あの赤井選手が動けないようにちゃんと後ろでクラッチを足をクラッチしているので、ちょっとあんまりクロスガードになってますね。そうですね、ファイナルラウンド、さあ残り時間が1分を切りました。これならしのいで3で勝負したいですね。新井はこれどう動けばいいですか。河村さん、これも強引、なかなか動けないですね、この体勢は、腕を離すと腕決められますし、はい、強引に動くと腕を持ってかれてしまいますので、なかなか動けないところですね、ここは。赤井としてはこれは回転させたいところですか。そうです、もう腕を相手のクラッチを取って、一本フリーにさせたいところですね。なるほど、残り時間30秒を切りました。両者ともに全身からびっしょり汗をかいています。力が入る場面、これ外すと腕を持ってかれてしまうので、なんか動きづらいところですね。新井のこの両腕はがっちりとロックされています。クラッチがされています。残り時間10秒ほとんどありません。そうですね、これ揺すって、さあどうだ、回転するか。赤井がアームロック狙い。ここで時間切れ、判定に入ります。勝負は判定決着となりました。アームロックのまま2人は最後動きませんでした。さあ判定決着。河村さん、はい、最後力が入る場面でしたよね。そうですね、明日の形まで持っていった西赤井選手はいい動きでしたね、一方決めさせませんでした新井健二。2人に対してどんな審判が下るのか、この後判定が発表となります。集計の結果をお知らせいたします。サブレフリー小菅30対29、赤新井。まずは新井です。サブレフリー大藪30対30、イーブン。2本目はイーブン。さあジャッジ3本目、30対29、青赤い。以上1対1をもちまして、この試合ドローとなります。判定は1対1ドローとなりました。近藤さん、1対1の引き分けという